始めようアイリッシュセッション63番 The Lights of Man を練習しましょう。この曲はホーンパイプですから、基本はトゥウトゥウトゥウというふうに一拍ずつのスラーで演奏していきます。それでは最初からテクニックを見ていきます。まずこのメロディーはシーラーソーファーミーと1音ずつ降りているだけのシンプルな構造ですので、これをいろいろな風に変装してください。例えばなどなどいろいろできるかと思います。そしてフレーズのこの山形のてっぺんのところにカットをつけて、後半でも同じく、というふうにカットをつけるとアクセントがついてメリハリがあって良いでしょう。そして、ロールをつけてみましょう。例えば後半で、今はたくさんロールをつけましたが、実際にはこの中から1つや2つぐらいを自由に選んでつけてください。それからトリルですね。トリルはファの音で使います。後半のここで使ってみてください。それでは変装をしながら演奏します。